失礼しました。じゃあ始まると思って、年の差ヤバンドです。よろしくお願いします。さっきのがアリスっていう曲で、緑色の緑黄色社会のカバーをしてるバンドです。で、一応まあバンド名の由来をお伝えしておくと、まあヨウさんいるんでおなじみなんですけど、この人がいると本当にどのバンドも年の瀬やバンドになっちゃうので、で今回ドラムで入ってくれたのがふうたくん、笹川ふうたくん1年生14期、そう14期で、まだ18歳なんですよ。そうなんです。ヨウさん何歳？24歳。結構やばい年の差してるよねっていうバンドになってます。なんかございます。一応2日目の突破をやらせてもらってますが、ね、1日目に続きね、2日目もね、皆さん楽しんでいっぱい動いてバイバイ騒いでほしいなという、うん、と言いつつも次の曲は結構ゆっくりな曲、ね、最後の曲がね、あのこの2曲続けていくんですけど、まあ、最後の曲がだいぶ盛り上がれる曲になっているので、まあ、次1回ちょっと休んでいただいて、うん、2曲に盛り上がっていただいて、そのまま、まあ、次のバンドとかもね楽しんでいただけたらなと思います。そうですね。次の曲、キラキラっていう曲です。で、最後の曲、メラです。あの夜は少し肌寒くて、おろしたての服がちょうどよかった。君の寝癖は楽しさ、私の癖はただ、あの夜は少し心細くて、
今なんじゃないメラメラ二人で眠っているだけの正義こんな僕も君のヒーローになりたいのさThank you.